チームのコンピューター、キャッチャー、彼らのサイン一つで試合の流れは大きく変わる。まさにダイヤモンドの司令塔。ところがジャイアンツ杉山、ファールフライを追って崩れるようにベンチ入り。阪神関川も野村克也。野球はリズム、リズム。あら、もしかしてそれはダンスですか。素晴らしいリズム感です。普通知ってる世界だから。さすが笑いのコツも知ってらっしゃる。とにかくあなたは単独泣かせ。泣いてる。痛い目に遭った人は他にいませんでした。こんな何気ないプレーの時もあなたは花を添えてくれましたね。まさかそう来るとは思いもよりませんでした。そして巨人へ移ってくるも、とにかくあなたには不幸がついて回りました。そんなことじゃすみません。殿堂入りの決め手となった痛いプレーがこちら。まさか空飛ぶキャッチャー中尾隆義。でもどうしてそんなバカな真似したんですか。Okay.
蹴らなくてボールが上がった上がった坊やの股間直撃、大丈夫か坊や。お父さんボール拾ってる場合じゃないでしょ。そのボールより坊やのボールの方が大事でしょ。お父さん痛い。さあよいしょ、はい、なんでこれやろう、もう一丁今日でやろう。ちょっと審判なんてことすんだよ。あらいい当たりだこら、よいしょ、これあ俺なんてことしちゃったんだろう、すいません。おいおいしっかりしろよ。おいでもでもでもそんな審判も人の子です。時には見せてくれマッチプレーの感覚が爆音レフトからの返球がそのままゴールに審判の頭部直撃。ピッチャー二塁へ牽制、ショートのグラブに当たって股間を直撃。動けない、この表情切なすぎる。こちら8年前入団したての元木さん、でもこの頃から月に見放されてました。もっと自分の打った球が顔面直撃、赤っぽい。何もスイーツばかりが危険とは限りません。ファールボールがおばちゃんの顔面直撃、おー痛そう。ピッチャー投げた、審判この腕の好プレーを生み出してきた。ところがこちら横浜の屋敷さん、見事な尻餅。もう一つ横浜から春さん、顔面スライディングから見事なエビ取り。ズルムケッ、たまにやる気を見せると顔面から激突。この絆創膏ダメだ、ナミール長物を見事に抑えたこのプレー、この見事なヘディング、これぞまさしく芸術的おでこキャッチ。でもこんな新庄さんを見て笑ってる男が一人。清原さん笑いすぎ、殿堂入りベストライン。明るいあなた、そんなあなたの癖がこれ。本当にベンチへ落ちるのが好きでしたね。そしてたまに自分が落ちない時でもボールは落としてました。敵のベンチの辻さんに慰められてましたっけ。でも悪い時には悪いことが重なるもんです。ボールを追っかけて三塁コーチャーと大広瀬さんがミスした後にご注目。ほら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 、そうです、広瀬さんはミスをした後が可愛いんです。広島の江藤さん、ボールが手につかない。そして阪神の大森、この一発は効きました。キャッチャー小笠原ダウン、意識が朦朧としています。ボールちゃんのフルスイングが後頭部を直撃です。うお目が回るぜ。ヘイヨー、大丈夫ですか。スタンドまで持ってくぞ。手応えはすごいあったけど、します。お前、俺を撃つなよ。
なせ。あら、坊や大丈夫か。お子さん。え？うわ。しょうがない。よく見ろ。背中に無防備。痛い。我慢しても痛えよな。やだ。お客さんが応援してるよ。いい坊や。ラッと上がったけれども。あ。警備員。打球の行方に十分ご注意。あら、いでよ。ご覧ください。ほら。それ行くぞ。よっしゃー。あらら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 。さあ。カメラマンが今度、おーっと、これも、あ、危ね、おー、行けよかった、よいしょ、待って、フラフラって上がって、フラフラって上がって、ダメージする、ほら、ダメージする、いや、子供たちが集まってるのに、おじちゃん大丈夫、高橋、どうした、はい、おっと、どこ行った、ああ、取れない、あら、どうした、あれ、こんな、おこれ、おかしい、おっ、わかるよな。おった。どうだ。おっと。気をつけろ。あ。カメラ6撮る。カメラ6だよ。大丈夫。果敢にジャンプして。フェンスに激突。そこへ。すいません。さあ守備もレジェンドでやっちゃうから。うん、いや無理なの。レジェンドでもそこはダメなの。ここはね、こんなレジェンドもね、一般ピープルと一緒。うん、パンピーと一緒なのよ。やっぱパンピーと一緒なんだな。どうもこんにちは、撮ります、鳥谷撮ります、マートン、おいマートン、マートン、ソーリー、何してんだよマートン、ソーリー、待ったよ、あら、おっ、いやどうやって当たった、当たったって、ヘギだんまいだんまいよ、さあどうだ、あノーシート落とすよ、あうまくいかねえな、おっとさあ今度こだ、
はこちらのプレーバッタッタッサード取ってアウト。ソフトバンク王子選手、さすが外国人らしいとってもずっこけながらも必死にセーフのジェスチャー。素晴らしいプロ根性です。続いて田中投手の女房役島捕手。バットに当たったボールが島捕手の股間に直撃。セカンドランナーです。
がさまざまな有名人を球場に招き、趣向を凝らした演出で試合前の興奮をより一層盛り上げるプロ野球の始球式。そんな始球式で最もあっと言わせたのは一流ジョッキー後藤騎手。ほら、馬乗ってきたね。かっこよく鎧に身を包み、馬にまたがっての登場です。後藤はアホやからね。しかし何してるの。なんと一流ジョッキーがまさかの落馬。まさに誰もが考えもしなかったオチでした。夏の温泉っていうのも風情があっていいもんですよね。どうでしょうか。組合長さんからお話をお伺いいたします。大丈夫？大丈夫ね。早く早く。この旅館の美味しいオリジナル料理と素晴らしい温泉を紹介してみたいと思います。この。